皆さんこんにちは、キャスト STV の小林です。どうも、コンソメエナジーです。というわけでですね、本日はトレセ YouTuber のコンソメエナジーさんにお越しいただきました。じゃあ簡単にちょっとだけ自己紹介をお願いいたします。東大生 YouTuber として2人組でやらせていただいてます。何で笑った。コンソメエナジーのブリサジとムロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、皆さんがご存知の方多いと思うんですけれども、コンソメエナジーさんということで、東大生 YouTuber ね、2人のユニットとしてやられております。お二人のチャンネルにつきましては概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いたします。というわけでですね、今回、お二人にお越しいただいたんですけれども、現役の東大生ということだけではなく、ネロさんについてはなんと僕の高校の後輩で、はい、しかも弁論部の後輩でもあるということで、めちゃめちゃ直接の後輩でして、ずっとねコラボしたかったんですけど、今日こういう形でですね、お会いできて二人にいろいろと話を聞いていきたいと思います。で、テーマとしてはですね、まさに東大生お二人のですね、受験生時代とか、もしくは中学生ぐらいの頃から、どんな、生徒だったのか、高校生だったのかということについてお話を聞いていきたいと思います。ではまずですね、中学生の頃から伺ってみようと思うんですけれども、お二人とも中学生の時はどんな学生さんでしたか？なんか勉強時間がこれぐらいだったとか、部活がどうだとか。中学か。でも多分普通の東大生ってよりかは、多分普通の一般の中学生と同じって感じでしたね。なんか部活とかを頑張ってたみたいな。そうですね、サッカー部だったのは普通にそれをやってて、東大っていうのは全く目指してなかったですね。全然意識してない。とりあえず目先の高校受験を頑張るみたいな感じだったんで、だから勉強とかも毎日やってたとかはなくて、受験期にちょっと頑張ったらなんかどんどん志望校を上げていくことができて、結果多分神奈川県の一番上の小学校に合格できたって感じです、ね。なるほどですね。じゃあもうなんか塾とかに通ってやってたっていう感じですか、やっぱり。はい、なんかこう高校受験の塾っていうと、今結構早稲田とか強いですけど、はいはい、どこ通われてました？知らないかもしれないですけど、ステップっていう、高校受験ステップっていう、はい、一応僕が業界なんで分かりますけどもなるほどですね、なるほどなるほど、はい。ネロさんは開成中高ということ で、どっちかというと中学受験ですけど、そうですね、中学受験の時はもうなんかもう開成行きたいみたいな、そういう気持ちはありましたか？全然なかったですよ。親に行けって言われて行かされたみたいな、はいはい、中学受験あるあるですよね。そうなんですよね。なんかじゃあ日農研とかそういう塾に行って、そうですね、僕の時代はもうサピックスでした、ね、ああサピックス、はい、なるほど。僕高校受験サピックスなんで。あ、そうなんですね、はい、違いはしますけど、そういうところで、で中学校高校の時一緒なんで、部活はどうされてました、ネロさんは？僕は最初卓球部でめちゃくちゃ卓球やってたんですよ、ね、なるほどなるほど、はい、ただこうある程度大会とか終わってふとこのままでいいのかなみたいに思って小林さんも行ってらっしゃった弁論部に入り、そこからはもうディベートに邁進しましたね。そうなんですよ、卓球部から弁論部って多分レアだと思っていて、はいはいはい、なんか結構弁論部って、すごいってイメージ持つ方多いかもしれないですけど、結構暇な部活じゃないですか、うん、比較的。それから運動部と兼部する人もいるますよね、今の時代は分かんないですけど、僕の頃は結構いて、なので卓球やめて弁論部にってことですか？一応両方とも兼部っていう形で。兼部はしてたんですね。しました。なるほどなるほど。でもなんかこう弁論部に熱中してみたいな。そうですね。なるほどですね。ありがとうございます。勉強はどうでした、中学生の頃？勉強はしなかったですね。してなかった。もうひたすら授業中もモンハンばっかりやってモンハンやって、モンハン飽きたらポケモンやってポケモン飽きたらまたモンハンやって基本モンスターなわけですそう、ポケットモンスターモンスターが好きでしたね。勉強はあんまり好きじゃなかったですね。でも中高一貫あるあるなんじゃないかなというふうに思いますけれども、じゃあ次にですね、高校時代の話をちょっとお二人に伺おうかなと思うんですけれども、じゃあ高1高2の頃を、勉強時間とかはどうでした、お二人は？高1高2はマジでゼロですね。マジでゼロ。マジでゼロ。マジでゼロ。なるほど、そうですね。基本成績が、10段階評価なんですけど、平均4か5ぐらい湘南高校有名高校とはいえ、ちょっと4と5じゃまずいな。でも東大は意識してたんですか？多分東大に行くだろうなぐらいに思って。行くだろうな、ね、なんというのすごい行くだろうな、謎の自信でした、それは。マジすごいです。4とか5を取りつつ行くだろうなって思えてるっていうのはなかなかすごい。
なんかその時なんか特別得意な科目とかあったんですか？例えば英語めちゃめちゃできるとか、あでも一応数学をとりあえずやっときましたね、はいはいはい、あでも正直言っとくと、うん、暗記科目をちょっと覚えといた方が良かったなって後悔は、あ後悔はあるけれどもって感じですか、まあ、数学、うん、やってました、ね、なるほど。数学でも数学だけはでも先生9、8ぐらいだったので、まあ、なるほどな、それだけちょっとやってた。そうでもやっぱり多分その後から逆転合格というかする方でも結構その1個の科目は得意とか何かその軸となる科目があるって人はまあ多いんじゃないかなって感覚を受けますね。まあ、ネルさんはどうでした？僕高2の夏まではずっと部活やってましたね。おお、はい、なるほど。まさにディベートの全国大会が終わってから勉強やろうっていうふうに思ったんですけど、それまではもう学年400人って下から30位とかだったんですよね。裏30っすか？裏30あの改正には裏100っていう言葉があるじゃないですか。す、ねね、100決って言って400人いてトップ100がまあちょっと東大行けるかもみたいなのがあるんですけど、その裏ビリ400っていうのがあってそれ裏100って呼ぶんですけど、30はやばくないですか？やばい。やばくないですか？大学入るのあと何年かかるかなと思いました。そうっすよね。あの、まあ、皆さん開成高校のホームページご覧いただければ分かるんですけど、あの進学実績とか載ってますんで、やっぱりこう下30ぐらいだとまあそんなにね、まあ、東大なんて当然夢のまた夢みたいなところからじゃ勉強を始めたと。そうですね、いうことなわけですね、はい、じゃあまあまあ、 あの受験生としてこう勉強を始めた時はなんかこう何時間ぐらいそれぞれ勉強されてましたか？まあでも言うて8から10ぐらいはやってたんじゃないですかね。ちゃんと高3からですか？高3、いや、高2の冬から高3の夏ぐらいまで結構勉強する期間があって、でその後ちょっと湘南高校体育祭があるんで、はい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 、その体育祭期間は全く勉強できず、また秋くらいから再開みたいな感じです。まあ、でも僕は現役落ちてるんで、まあでも高2の冬ぐらいからちょっとやろうということですね。はい、ネロさんも、まあ、じゃあ秋か高2の秋から。そうですね、秋からもう8時間10時間勉強して、 うちも体育祭があったんでその2ヶ月ぐらいはほぼゼロだったんですけど。そうですね、高3の5月に改正はあるんで、はい、そうですね、まあ、でもやっぱりこういきなりじゃあ用意挑んで始めて8時間10時間できるってやっぱ偉いですよね。多分こう世の中的に多分8時間やろうとしても2時間ぐらいで力尽きて多分できなくなっちゃうんで、なんかこうベースとなる勉強体力みたいなのはやっぱりお持ちだったんじゃないかなと結構思うんですけど、なんか塾とかそういうところには通われてました？お二人は。僕は東進に通ってました。おお、東進ハイスクールですね。なんか結構基本忙しかったんで、まあなんか隙間時間合計で80、まあでも結構やってるか、まあ東進でやってましたね。なんか映像授業やったりとか、ね、まあ、確かにね便利っちゃ便利ですよね。多分今スタディサプリありますけど現役の時はまだなかったですか？なかったですね、スタディサプリ。そうですよね、はい、うん、まあ、あと当身だとまあその選べる多分科目もスタディサプリより多いんで、まあ、そういうのもありかなと、はい、ネロさんはどうですか？僕最終的に6個塾通ったんですよ。6個、はい、多くないですかそれは。多いんですよ。それが多いですよね。科目別に分けたりとかして6個通ったんですけど、うん、でも、うんうんうん、やっぱりメインは東進でしたね。あ、東進メインなんですね、はい、あ、東進子なんですね2人は。なるほど。もう林修先生の全盛期なんで。はい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 、はい、そうですね、実は僕も東進通ってたんですけど、そう、ね、そう、林先生とあの話させていただいたこともあって、だから僕がどちらと、そうですね、学生時代とか、まあ、社会人になったぐらいの頃にテレビとか出られてグイ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 ってきて今でしょみたいなタイミングだったんで、まあまあまあ多分お二人がその受験生の頃全盛期だったんじゃないかな。ちなみに6個って何をどう言ってたんですか？6個は、その東進が結構基礎的な勉強をしてたんですね、はいはいはい、なんで投資のいいところは自分が受けたい時に受けられるんで、うん、僕みたいに下30から頑張るぞっていう人には向いてたのかなっていうところ、うんうん、ただこう先生をあまり選べるかって言われるとちょっといろいろと難しかったので、例えば日本史は寸大に行くとか、あと過去問添削は東進の東大予備校みたいなところです、はい、東大特進、東大特進です、はい、過去問添削は東大特進だったり臨海で見てもらうっていう形を取ってました。なるほど、なるほど。もうじゃあもう日本史はここ、世界史はここみたいな、こうほぼそう、ね、完全に一個一個選んでっていう感じですか。ブリサイさんはその使い分けはそんなにしてなかった？まあそうですね、単純に東進で行ったら、うん、まあ現役普通に落ちたっていう、落ちたっていう。なるほど。浪人時代はなんか別のところに変えましたか？単純に河合塾、河合塾の本郷で
はい、やられてたということで、でも結構やっぱ河合塾本郷出身の人は多いですよね。河合本郷多いですね、はい、あのこの前コラボさせていただいたんですけど、あのドラゴンホリエやってらっしゃるあのちょめちょめクラブの大島さんという方も、うん、あの河合塾の本郷校に通って浪人時代過ごされたというふうにおっしゃってたので、うん、まあまあまあ人気の塾の一つかなというふうに思うんですけど、なんかこう2人ともまあセンター試験そして東大を受けて、なんかこう面白かった受験エピソードとか、なんかこう今でも記憶に残っている出来事とかありますか？まあまあ、またいいですか？なるほど、パッと出ない、パッと出ない面白かった受験エピソードか。高校時代の、まあ、体育祭の時期に、体育祭がちょうど終わったぐらいの時期にちょうど東大模試があって、うん、まあ、その時僕とか銀髪だったりしたんですね。すごい、マジで。まあ僕はそのまんま模試を受けに行ったんですけど、僕の友達が、髪レインボーだったんです。レインボーレインボーのまま模試受けに行って、でその当時その友達全然勉強しなくて、理系科目の時間、あ、ちょっと俺無理だわって抜けて、まあ、どっか行っちゃったんですけど、で戻ってきたら黒髪になってました。面白いっていうか、やっぱすごい人もいるんですね。そうね。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。ネロさんあります？なんか。面白いエピソード。逆に面白いもないの。まあ、確かにね。本当に確かにね。確かにね。台本に書いてあったから読みましたけど、なかなかないかもしれない。ちなみに、じゃあ関係ない話で僕で言うと、まあ、改正やっぱダメ人間多いじゃないですか。そうですね。で、僕の友達 もう全然その勉強したポテンシャルで言ったら僕なんかよりも上のやつなのに、センター試験のこう2週間前までオンラインゲームにハマり続けて、で2週間前から一応オンラインゲームを立って勉強したんだけど、センターが終わった日にもう再開しちゃって、はい、でまあ落ちて、でもう心を入れ替えて、まあ、頑張るってこう3月の10日ですかね、落ちて言ってたんですけど、結局その1年間オンラインゲームやり続けたってやつはいました。はい、まあちょっと面白くないかもしれないですけどね。はい、まあそんな感じで、まあお二人勉強していたということなんですけども、なんかお二人とも得意科目とかそれぞれなんかありましたか？僕はなんか日本史を小学校ぐらいの時からずっと日本史漫画を読んでたんで、で親もちょっとなんか歴史好きで、うん、なんか城に連れてったりとかされてたんで、知識がすごい、なんていうんですかね、個々で覚えてるってわけじゃなくて、なんか歴史の連続の流れで覚えれてたっていうところで、あの年号を全く覚えなかったんですけど、まあそれでも結構いけましたね、受験が。確かにそうですね、まあ、東大だとなんか何年って書けっていう論述問題あんまりないですから ね、はい、なんかこう逆にじゃあこれから東大を目指す学生さんに向けて、なんか日本史のおすすめの勉強法とか、なんかいい教材とか、なんかこうあればぜひ、これが正しいのかは分かんないですけど、日本史の漫画を読み続けるといいと思いますね、うん、まあ、そうですね、なんかこう漫画だけで全部できるかって難しいかもしれないけど、まあそうですね、入りとしてはすごくいいかもしれないし、以前あのうちの動画でも漫画からみたいな話はしたことあるんで、まあいいんじゃないですかね。はい、ネロさんはどうでした？得意科目とか。僕は副教科全般を攻めましたね。副教科全般を攻めた、はい、A 数は攻めないんですね。そうですよ、こう登っていくんで、みんなが強い A 数国とか相手にならないんですよ。そう、なんでも国語も漢文だけ満点取ってはいはいはい、であとはもう社会とかでガンっていって、もちろん A 数もそれなりにはやってたんですけど、僕はもう副教科の鬼になりましたね。特にじゃあなんか得意だったのとかあります？うわ、日本史、世界史。あ、日本史、世界史。じゃあさっきじゃあ日本史の話していただいたんで、世界史でなんかいい、はい、お勉強法とか、まあ、テキストとか参考書とかもしあったら教えてください。思い出に残ってるものとか。世界史はとにかく便覧がすごいんですよ。はいはいはい、便覧がもう写真とか図とか表とか使ってすごい分かりやすく説明してくれるんで、うん、まあ、教科書も大事なんですけど、便覧と教科書合わせて進むのがすごいいいですね。そうですね、結構その資料集とか便覧みたいなのって、まあ、なんかこう高校で渡されるけどずっとロッカーとか引き出しに入ってるって人多いと思うんですけど、引っ張り出してね、それ一緒に教科書と合わせて読んでいくと、まあ、イメージとかつきやすくなるかもしれません。はい、まあ、じゃあそんなわけでですね、今日はコンソメエナジーのお二人にですね、受験時代の話を伺いました。まあ、ちょっと最後に簡単にでいいので、まあ、ちょうど今受験シーズンがまあ終わるぐらいで、あと1年間ここからまあ勉強して、もしくはまあ2年間勉強して今後東大を目指していくっていう視聴者の方もいらっしゃると思うので、ぜひ何かこう受験生の方に向けた応援のメッセージとかあれば一言いただければと思うんですが、いかがでしょうか？大学入れば
まあ、結構遊べるんで、まあ、ここ頑張ればって感じなんで、まあ、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。アンデルさんもぜひ。以下同文ですね。以下同文、はい、ありがとうございます。はい、まあ、というわけですね、今日はコンソメラジのお二人にお越しいただきました。お二人のチャンネルにつきましては繰り返しになりますが、概要欄に URL ありますのでぜひご覧ください。というわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴できましてありがとうございました。